舞姫大学ナミさんの「人生攻略シリーズ」ボリューム13でございますボリューム13全ては自分の行動次第とありますけどもねこれはもう皆さんね骨身に染みてることだと思いますけどもその行動がねまさにいい方に働けばいいんですけども自分の行動次第の結果があ今か今日の暮らしかっていうふうに結構ねこう肩を落とすことが多いんじゃないかなと思いますまあ人それぞれの人生全てが大いなる意味を持っていると。 思いたいものですし、振り返ってみたときに自分の人生ってどんな意味があったんだろうっいうふうにね考えることって多いと思うんですよね。これはもうねしょうがないことだと思います。で私はねあえて言いたいんですけども、人生に意味はないよと自分の人生一つ、ね、がこの人類や宇宙に対して近所の人に対して自分の身内に対して意味を持つかどうかっていうのはこれはねわかりませんし、そこを考えても仕方がないことだと思います。 じゃあ何なんだということですけども私はね意味ははないけど意思は残せると思うんですよつまりは自分が生きてきたことを振り返ってどんな意味があったのかなって感じるんじゃなくって自分が意思を込めて一日一日一秒一秒一年一年を刻むと振り返った時に自分の込めた意思が自分の足跡となって残っていることに気づくと思うんですよ。どうしても勝ちたいというふうにねもう常に戦いを望んでいた時期もあると思いますし。 もうこれはどうしてもね大切にしたいというふうに守りに入った時期もあると思います。ある一時期は自分の趣味に打ち込んだ。ある一時期は恋愛を無茶苦茶した。そしてある一時期は非常にね、身内の人との別れを悲しんだ。こういった自分の意志の動きが全て意味に見えてくるんではないかなと思うんですよ。ですんでね、私は常に思うんですけども、人生ってのはいろんな目標を立てて、 そして、目標がない時も、目標がないなりに過ごして、でも、1秒1秒、どこかに向かって進んでいくと思うんですよね。どこかっていうのは、これは人生の終着駅、死ですよ。ね。で、タイムリミットは染まってるんですね。残り時間に何をしたかよりも、何をしようとしたかっていうふうな、この意志の方が私は大事だと思うんですよ。すべての目標が達成されるわけではありませんし、えー、そもそもね、人生に意味っていうのは、 ななかなか見出せないだせたとしてもやっぱりその意味に対してさまざまな評価があるんですよねじゃあ意味があるのかないのかというふうに振り返って悩むよりも自分はこういう意思を込めて今は生きていくんだというふうに決めればそれがそのまんま意味になってくるんじゃないかなと思うんですよね。さあ生涯で一番苦しいビジネスの修行した日が自分にあっただろうか そしてそれを通り抜けた時に苦しさと引き換えにビジネスの専門知識は手に入っただろうかその結果としてお金が稼げるようになってね今の暮らしを手に入れたぞというふうに言えれば意思を込めたのかなと思いますけどもでも同じように意思を込めてもね思うようにお金が稼げなかったビジネスが自分にはそぐわなかったっていうのもあると思いますでもやるだけやったんだという意思は同じように 揺るるぎななないいものととしてて残っんんじゃないかなと思うんですよ結果が出なかったからといってそこに意味がないということではありませんむしろ自分の求める方向に一心不乱に進んでいった夢に向かって手を伸ばしたところに人生の美しさがあるんじゃなないいかなと思います今回のタイトルは「人生参加」ということでねまとめさせていただきますありがとうございました